私たちは八坂井小学校の5年生です。去年の総合学習で環境問題について学びました。ここ襟川は海へと続く大事な川、そして私たちのふるさとの川です。皆さんいましたよ。ほらいたね。春、いた。桜並木が綺麗だよね。町のみんながお花見を楽しんでいるよ。奈良原も咲いているし、鯉やカメ、カモや昼間泳いでいるね。夏、バッタを捕まえたよ。カマキリもいたよ。あ、カナヘビもいる。どんぐりも拾ったよ。ねえねえ、そういえばみんな知ってる？昔の海老川のこと。昔はね、子供たちが海老川で泳いでいるよ。川の水で洗濯している人もいるね。本当だ。あ、向こうに堰がある。田んぼにつながっているんだね。あ、釣りをしている人もいるね。魚もたくさん泳いでいるよ。昔の海老川はとっても綺麗だったんだね。今はどうだろう。ねえ、あそこを見て。ゴミがたくさん落ちているよ。川の汚れが集まっている。うわぁ、何かやってくるよ。はぁ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 、俺は海老川に住むヘドロマンだ。最近はゴミや油が溜まってできたんだ。ほーら、バカでした。僕こんなにいるぞ。さあ子供たちを襲うのだ。誰か助けて。なんだお前らは。我々は環境戦隊エビガーレンジャー。自然を汚すヘドロマンを倒しに来た。みんなに愛される桜の花、エビガーピン。アクリル投資アタック。説明しよう。アクリル投資を使うと洗剤を使わずに油を落とすことができるんだよ。エビガーの澄んだ流れ、エビガーブルー、セキトリーキック。説明しよう。残った油やソースは拭き取って直接流さないようにしよう。エビ川沿いの自然の草花、エビ川グリーン、残り物パンチ。説明しよう。お味噌汁など汁物は残さず食べて、残さずゴミを減らすのだ。春に川辺に咲く菜の花、エビ川イエロー、リサイクルアタック。説明しよう。空き缶はリサイクルし、ペットボトルは何回も使おう。項目は裏をメモにしたり、カゴを作ることができるよ。エビガを愛する人々の熱き心、エビガレッド、エコバッグビーム。説明しよう。スーパーにはエコバッグを持っていこう。火山を生地でエコバッグを手作りすることもできるよ。なんの、まだまだ強い。このままではやられちゃう。諦めるな。エビガを愛するみんなの心を一つにするんだ。いくよ。エビガクリーンアタック。うわー、やられたスピーカーにゴンって言ってたスピーカーに当たるの。やった、エビガーレンジャー、ありがとう。さらばだ。まだまだ小さい私たちだけど、エビガーを守るためにできることから始めていくね。お風呂の水を再利用したり、牛乳パックをまな板として使ったりすることはすぐにできるよね。エビ川にあるたくさんの自然や命、みんなで守っていこうね。賛成。
昔のようにきれいな海側にしてみせるさ、きっと。はい、素晴らしかったですね。素晴らしかったですね。皆さん大きな拍手をお送りください。